はい。あ、マイク入りました。はい。RTA in Japan をご覧の皆さん、おはようございます。ここからは、超魔界村の Any% タイムアタックをレース形式でお送りします。プレイヤーが、画面左側がマルコメさん、右側がサム・アイアムさんで、サム・アイアムさんが今回唯一の海外からの参加で、アメリカの方ですね。そして解説がワイズと LK でお送りします。ワイズさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。始める前に今回のその RTA の説明をしますと、Any% 難易度はノーマルということで一番メジャーなカテゴリーでやります。姫を助けてゲームクリアするまでのタイムを競います。ちなみにお二人の自己ベストタイムですが、スピードラン .com 上では、マルコメさんは32分29秒。これはなんと現在のワールドレコードになります。サムさんは35分21秒というタイムをお持ちです。さらに、サムさんに至っては、今回は難易度ノーマルでやるんですけれども、最高難易度のプロフェッショナルで36分2秒というワールドレコードを持っています。うん、つまり、世界一対世界一の対決です。すごいですね。もう自己ベスト35分台からは異次元といった感じですね。ちなみに参考までに言っときますけど、はい、某動画にある、いわゆるタス動画では、はい、だいたい36分くらいです。余裕で超えてるということですね。まあ、レースでは何が起こるかわからないので、楽しみにしていきましょう。それでは、はい、カウントダウン、LK さん、お願いします。はい、やります。ちょっとカウントの方で、ちょっとカウントの方のタイミング合わなかったですね、今。という夢を見たんだ。スタート。はい、始まりました。お願いします。よろしくお願いします。はい、一面の注目ポイントはどの辺でしょうですね。あ、はい、松明、あ、二人とも松明でしたね。おー、これは、タイム的にはいい感じってことで。いい感じですね。一面の武器は松明かボウガンか探検なんですけれども、はい、松明が比較的速いタイム出しやすいですね。はいはい。RTA ではこの後探検を使うってことになっていく。そうですね。はい、一番速いのは探検ですね。はい。で、一面はやっぱりランダムなので、はい、それを二面までに探検を拾えるかが鍵ですね。ってことはこの後まあ探検が出るのを祈らないといけないってことですね。そうですね。はいはい。どちらが先に探検を入手できるか見ものですね。はい。で、今2人が、緑色の、まあ、鎧を着てるんですけども、はい、今回あの超魔界村は鎧が2段階パワーアップするんですけど、はい、まあ、黄金の鎧が
この後パワーアップできますね。そうですね。はい。で、まだ一面は黄金の鎧にならないんですけど、で、それはまあ、魔法を、黄金の鎧で魔法を使えるんですけど、魔法を使うのがちょっとタイムを使うってことで、まだ、一面はこの聖堂の鎧でいくっていう、そういうことになってます。はい、黄金の鎧取るとなると宝箱を破壊しなきゃいけないんで、どうしてもそこで時間がかかっちゃうんですね。ああ、はいはい、そうですね。なので一面では取らないっていうのが RTA ではセオリーです。はい。おお、とも二人ともほぼ同時にクリアしました。早いですね。はい。で、二面はですね、この後、ショートカットがありますよね。はい、ここで上に行って、お、上行きましたね。はい、ショートカット。で今2人が、はい、3段ジャンプ。おお、乗れた。2段ジャンプで上行きましたね。はい、サマーヤムさんは鎧を脱いで、はい、これがまあ近年見つかったやつで、まあ現在主流のあの鎧脱ぐパターンですね。本来は2段ジャンプでなかなかタイミング次第なんですけど、はい、いけないんですけど、それをわざと被弾して3段ジャンプ、無理やり3段ジャンプすることであそこ止められるんですね、うん、はいはいはい。で、ここからまあ海の、道中で、黄金の鎧を取りつつ、あとは探検の武器を、探検ですね、はい、取っていくと。炎きついだろうな。はい。で、ボウガンですね。はい。まあ、背景的にはサムさんの方が、パンツ一丁の方が背景的に合ってると思うんで。あ、うん、見たし。そうですね。ぴったりです。多分マルコメさんはこの釜のまんま宝箱を破壊する感じですかね。あ、そうすると釜の魔法でなんかある、はい、ある座標からやると確実に探検が出るんですよね。はいはい、なるほど。釜で宝箱を開けると、釜の魔法で、そうですね、まあ、宝箱を開けるっていう手を取るんだと思います、ね。はい。あ、なんで武器、はい、無視しましたね、槍を。はいはい。釜で宝箱をかけると確実に。お、サムさんの方は探検出ましたね。お、来た。探検ガチャ成功。はい。じゃあ2人とも探検はもう保証されたようなもんですね。はい。で、サマヤムさんが今裸ってことは、黄金までの復帰はちょっと今回は難しいですね。そうですね。特殊な行動を行わないとちょっと難しいですね。多分予期しない被弾をしたんで。多分鋼の鎧までしか戻せないと思います。こっからはちょっともう戻せないですね。黄金まではちょっといけないですね、はい、なので2面のボスで相当連打をするんだと思います、ね、はい、はい、で、そろそろマルコメさんに、ここでマルコメさんの方、はい、出ました。探検出しました。確定探検ですね。これちょっとでもタイミングずれると出ないんですけどね。はい。普通に出しましたね。そうですね。聞いた話だと、まあ竜巻の攻撃発生のフレームと、あの宝箱の中身のランダムのフレームで、その剣になる周期と竜巻の攻撃判定の周期がぴったりだから。今みたいなことができるっていう、そういう話らしいです。もう息を吸うように普通にやってましたね。はい。はあ。大抵これは真似すると全く別の武器が出てきます、はい、確かに失敗することはあります。そして、そろそろ2人ともボスまで来ましたね、はい。ボス戦は、あの、超魔界村はボタン2つ攻撃できるんで、魔法を貯めながら探検投げるっていう、あの2つのボタンでやりながら
ですね。短剣を今投げながら魔法を貯めて打ってますね。はい。はい、で、そのアイアン。つぶやき。はい。つぶやき決まりました。はい。はい、お見事。サムアイアムさん、頑張れ。さんはちょっときついですね、うん、これ短剣だと。上下に動くから。はい。お、倒しました。はい、よかった。で、左のマルコメさんですね、注目したいのが今盾を外しましたね、はい、これはわざと外しましたね、はい、これは利点があるっていうことですけど、どういったところか、はい、盾を外すことによってこれ処理落ちを減らしてるんですね、はいはい、超魔界村って結構処理落ちが非常に多いゲームなんで、はい、その処理落ち対策のために盾を減らしてるって感じですね。結構一面とか動かしててラグが、ラグすごいですもんね。ああサムアイアムさんが、あサムさん被弾してますね。ってことは多分サムさんの場合は中間リセットするかと思います。はい、中間地点が来たら多分わざとしない感じかなと思うんですけど、はい、はい、マルコンさん今武器が変な鎌が出て危なかった。いろんな救援物資を運んできてくれますからね、はい、コウモリは。はい、いらない救援物資ばっかり。いらない救援物資。で、サムさんの方、アリーマに差し掛かりましたね。はい、ここで飛び降りる感じですね。はい、OK ですね。タイムが切り替わったんで、中間地点からです。はい、よかった。ここから黄金の鎧までかな。どうなるかですね、はい、ここはやっぱり今左の丸込さんあたりゴブリンが降ってくるところとかきついんですけど、魔法、魔法使いましたね。はい、これ今魔法打ったのがあの意味がありまして、これをやっとくと物戦がちょっと早くなるっていうのが最近あの今月分かったことなんですけど、本当につい今月判明したことなんですよ、はい、あの海外のフレッドさんという方が今月解明してくれて、まあ、ちょっと早くなります。はい、マルコメさん注目です。注目です。一瞬で終わります。はい、倒しました。はい、はい、素晴らしい。デスクローラーさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、でサマーヤムさんは無事黄金まで行ってますね。そうしたね。ってことは、はい、サムさんもかば焼きをやるんでしょうね。はい、一方マルコメさんはもう4面に入ってますね。はい、4面はですねこのちょっと先にある2段ジャンプが厳しいんですけども、左に注目ですね。あ、大丈夫です、ね、はい、この辺に、サムさんも、あ、サムさん安全な方のかば焼きできましたね。あ、はい。おお、素晴らしい。お見事。はい。あと、ちょっと今、マルコミさんが右側の処理ミスったんですけど、無事、ちょっとしゃがんで事なきを得ました。ちょっと 0.3 秒くらいロスりましたね。はい。57秒でクリアした。はい、そして、4面の後半でこうマルコメさんぴょんぴょん左右に移動したりしてるんですけど、これはですねあの青い丸い敵をあの画面外に、押し出して、まあ、表示させないようにして消してるっていうのをやってますね。そうですね、いわゆるスクロール消しってやつですね。はい、あとはアーサーをまあ毎回固定の動かし方をするとあのリフトが毎回同じように動いてくれて、速くなるっていうので、お、サムさんの方も後半に差し掛かりました、はい、サムさんも4面から順調に来ますね、はい、まだまだ分からないんです。ここ1回ミスると、超魔界村やったことある人なら分かると思うんですけど、1回被弾するとなかなか難しいっていう、うん、
なのでいくらでもまだまだ追いつくポイントはあります。はい、はい、丸米さん、右上のゲームタイムで4分1秒残しで最速ですね。はい、こんな大会本番で最速どれほどすると。はい、ボスも、問題なく。はい、ごめんはどの辺が注目でしょうか。ごめんはちょっとその鼻の動きが、はい、ランダム性が非常に高いんで、はいはい、ここで鼻が出てくるか出てこないかでもまた動きが違ってくるしで、そこが難しいところですね。はい、おお、処理しましたね。はい、丸米さん処理しました。ここで、おっと、倒さないで、お、二つ目のを倒さないでいきましたね。この花が、あの、弾吐くタイミングとかが結構わかんないから。そうなんですよ、ランダムなんですよね、あれも。はい、いきなり撃ってきたり、こっちがジャンプしたと同時に撃ってきたりとか、あ、本当にやらしいんですよ。そうですね、あそこは難所ですね。そして、まあ、時間かかるけど、はい、魔法で処理するっていう人が多いけどしなかったですね。すごい、マコさんはレッドアリーマーも探検で。今アリーマーいましたっけ。普通に入ってみたいでしたね。はい、多分いたはずです。サマイアムさんの花処理も、はい、見てみます。あ、見事ですね。はい、あ、やっぱサムさんは魔法で処理しました。はい、これがまあ割と安定で、はい、いいパターンですよね。さあ、果たしてどうなるのか、この後、左のマークムさんが今盾を取りました。取りましたね。これはなんで盾を取ったかというと、栄翔時間が早くなるんですね、この盾を取っておくと。はい、これが後々に、はい、はい、魔法を早く出せるってことですよね。そうです。はい、あー、サマイヤムさん、あ、サムさんが、ここ、あ、でもここも中間リセットができるから、はい、ここで多分わざと死ぬんだと思います。はいはい、ここでまあ死んどくと早いってことですね。そうですね。はい、鎧も復帰するし。あ、マルコミさん、お、ここちょっとご注目です。左画面をご注目ください。レッドアリーマが2体います。はい、はい、はい、アリーマさん2体が一気になくなりました。このアリーマの、あの、探検で誘導するっていうのが、うん、めっちゃむずいっすね。これいろんな人が試してはいるんですけど、はい、ほとんどの人成功できないですね、うん、あれは。避けられますね、かなり。結構できるのは一部のプレイヤーに限られる。魔王アスタロトが出てきました。はい、はい、魔王アスタロトさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。サマイアムさんは黄金に復帰できて、問題なくボスを、ボス戦来ましたね。はい、でもう一丁魔法やって、オッケー、おっと、お、危なかった。おっと、オッケー、オッケー。はい、そして、マルコメさんは、斜めですね。はい、はい、アリーマー、アリーマー、アリーマー。これ魔法を使うと、朝のまあ硬直時間がロスになるので探検で倒すと。この連射力と、まあ、誘導の難しさですよね。これはちょっと何度練習してもできないですね。はい、サムさんもアリマ誘導うまい。二人とも極めてますね。はい、下に打ってる一番位置。そして来ました、超魔王ネビロス。はい、ネビロス、その HP が高いぞ。はい、はい、ネビロスさん、お疲れ様でした。あ、はいはい、魔法で瞬殺。そしてお、クリア。の姫に会いに、とうとう姫との再会です。クリアかと思いきや、何か様子が、はい、何か様子が、
不可能ですと。ラス。おやおや、なんか空気が、あれあれあれ あれっていうことで。まあ、あれ姫隠された武器を取ってこないとラスボスを倒せないです。もう一度魔界に帰り腕輪を探してくるのですと言ってますね。あれあれはい。そして非常にも再会となるのが、はい、一面ということで、ここから超魔界村は、まあ、2周する必要がありますね。マルコメさん1周目を15分あたりでクリアしてたので、これはかなり早くって33分もあり得る。世界記録来るんじゃないですか。はい、サマーヤムさんも姫のクリアですね。はい、姫の説教タイム入りました。説教タイムで、はい。でサムさん海外の方なんですけど、これ日本語ですよね。はい、そうですね。これサムさんはミニスーパーファミコン使ってプレイされてます。はいはい。これなんで日本版使うかっていうと、日本版の方がはい、このテキスト早いんですね、英語と比べると。ああ、文字数の関係で早くなるっていう。はい、はいはい、そうです。それで日本版使ってるんですね、うん。まあ同じの使うことで平等もありますからね。はいはい。主にまあ日本語版が使われてますね。はい。で、マルコメさん探検の一面後半が素晴らしい。何回見ても。おお、一発で倒してますね。はい、これはあれですね、ストレージっていう技術を使ってるんですね。はい。ためってことですよね。そうですね。ストレージ、日本語で言うとまあ貯蔵とかそんな意味ですね。はい、はい、ためるとか。これはなんか2段ジャンプ中の上昇中に攻撃をすると武器の攻撃力が上がるんですけれども、はい、それを1段ジャンプ中に出すというテクニックです。なるほど。それはどうやるかというと、1段ジャンプ中にあらかじめ3発探検パパパって打っておきます。そうすると2段ジャンプ中に探検が打てなくなるんで、はい、そうなると次に出す攻撃がその2段ジャンプ中の攻撃力が上がった攻撃その状態で出せるので、はい、そういったテクニックですね。それがなんかストレージといったテクニックなんです。はい、これありませんの前とかでもいつもやってました ね。必ずだからありませんときパパパって出してましたね。はい、注意しとくと結構やってるんで、ちょっとそこも見てもらえるといいかな。松明の武器とか取ると分かりやすいかもしれないですね。2段ジャンプ中になんか松明使うとなんか、うん、青とか赤とかに点滅するんで、はいはいはい、そういう攻撃力が上がってるってあるんですよ。うん、でもまあなぜか松明だけは攻撃力下がってるみたいなんですけど。バグでしょうね、あれは。松明だけはなんか下がってるんですよ。はい。サマヤムさんも、今、何気なくですが、盾を壊して、黄金でいい感じで。はい。マルコメさんの場合は黄金復帰ですかね、これは。そうですね。はしごを登らない、わざと食らって三段ジャンプして。はい、はい、はい。ここからどう黄金に戻るのかも見ものです。はい、そうですね。サマイアムさんのボス戦をちょっと見てみたいですね。はい、エンダーがすごそうですね。はい、パパ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 。RTA 勢にとってみればボスは攻撃力が高いザゴですよね。はい、いやー、こんな早く倒せるかね。そうですね。はい、でこの辺りでですね、ちょっとお二人に事前にですね話を聞いてまして、魔界村の RTA でお二人好きなところをですね、はい、聞いたところですね。インタビュー。はい、インタビューしたんですね。マルコンさんは、まあ、この運要素が強いゲームで、その運ゲーに勝つっていうのができた時が面白いっていうことをおっしゃってて、結構ランダム性が強いんで、自分もそこ面白いとこだなと思ってます。はい。あとサマヤムさんは、この難しいゲームで難しいのをクリアするっていう喜び
が魅力だってことを話してました。なるほど、はい、難しいからこそ、そうですね、よくクリアした時の達成感ですね、はい。マラコメさんはこの2面がお気に入りだそうで、というのもこの黄金吹きパターンあたりはマラコメさんが考えた、はい、これで黄金吹きですね、はい、黄金になりました。あ、なりましたね。ちょうど解説の時にやタイミングまでぴったりっていうよかったなんでまあ自分が考えたパターンが今本当に主流になってて、そこがお気に入りだっていう話ですね。なるほど、あれも宝箱の法則をうまく利用してるんですよね、はい、うん、どっちを先に出すかみたいな感じで。あ、宝箱はどうやって中身が決まるかっていうと、その鎧の状態と宝箱を出した順番で決まって、はい、その法則をうまく利用してああやって復帰することができてるんですね、はいはい、あ、ちなみに私はできません、すみません、はい、私もできません。サマイアムさんの方でもまあ黄金復帰見れるんで、見逃した方はぜひ、はい、はい。マルコメさんがボス戦、お、入りましたね。はい、つぼ焼きパターンですかね。はい、で打って打ちながら溜めてまた打つ、すごい。でサムさん今黄金復帰のために宝箱を先に出して戻ってもう一個宝箱を出す、はい、そして聖堂になってあっちの先に出した宝箱を黄金にする。おお、できましたね。あの画面端に宝箱を出しに行くっていうのが結構、うん、難しいような、強制スクロールだから難しいんですよね、はい、ちょっと気を抜くというと被弾しちゃいます。はい、宝箱がもう取れなかったーっていうパターンも結構多いですね、うん、ありますよね。この本番の緊張感で、うん、はい、マコミさんはここまで被弾もなくて、そうですね、相当いい。普通に被弾する場所も計算通りですもんね、ショートカットのためとか、はい、そうですね。マコミさんここも2段ジャンプで直接降りるのが結構難しいんですけれども、ちょっとずれたら当たりますからね、トゲに、うん、自分もできないんですよね、あれで、ありませんも、はい、はい、もう素晴らしい。ちょっと座ってただけなのに座って、そうですね、座ってたら気がついたらもう、あいつにみんな苦戦させられたはずなんだけどな。はい、サムさんも2面はクリアですね、はい、OK でしたね。やばいっすね、このレベルはさすがに、はい。そしてそうですね、サムさんが今から盾を壊したい、壊すかな、どこでどのタイミング、炎で、あ、炎で壊しましたね、うん、まあ処理落ちで出る差っていうのが結構無視できないぐらいなんですかね、やっぱり結構変わってくるみたいですね、うん、で、マルコメさんは魔法をやっぱ移動中に打ちましたね。あ、打ちました。あ、ゴブリンが、あー、これはきつい、うん、はい、特に、はい、3面のボスを1ターンでキルできるかですね、うん、この場合は探検を連射して倒さないと、倒すしかないですね、はいはい、1ターンキルができるか、結構連射が大変な感じですか。いやー、これかなりの連打力を要求されると思いますね、はい、おーおっと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 、さあさあ、おお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 、はい、問題ないですね。早すぎません。
横に高橋名人とかいないっすよね。連射担当者が。超魔界村はそうですね、上位のプレイヤー見てると連射はみんな早いですね。レンダゴン使ってるみたい。はい、でマルコさん今、鋼の鎧でこの4面の前半が結構危険ですね。聖堂まで多分する、はい、戻す感じですよね、これだと。あ、はい。あ、はい、鎧取りました。で、サムさんがあの黄金でここ来てるんで、はい、ここで黄金で撃破できれば、そうですね、少し縮まります。最後あの踏みとどまれないっていうところが、あのちょうど不運というか、ここぶりてめえ、はい、ここはちょっとロスが大きめですね。はい、ゴブリンというモンスターは、はい、まあ、妖精の一種なんですけれども、はい、いたずら好きって特性があるんですよ。いたずら好き、いたずらじゃ済まされないと思う。そうですね、上からもうどんどん落ちてくる。はい、この、 あの4面後半のリフトなんですけども、あの海外だとあのチェリーパイみたいな、あのさくらんぼになんかソースがかかってて美味しそうみたいなことを。この足場ですか。はい、この足場はそういうネタによくされてます。そうなんですね。はい、なんかチェリーパイ的な。なるほど、はい、全然食欲が湧かないですけど。で、マクマさんのボス戦は関係はい、決戦経緯なんと7秒。早い。サムさんも危険なところは抜けて大丈夫そう。これができればな。はい。で、はい、右側、はい、はい、成功、完璧、素晴らしい、はい、素晴らしい。また花を、2回目の花をスルーしていきました、はい、おお、さすがマルコミさん。はい、これなかなか、多分花のパターンはですね、結構あのたくさんあると思うんですけど、はもうマルコミさん大体把握してらっしゃると思います。我が道を行くって感じですね。はい。すごいな。はい。ありません。3発出しておく。はい。あれ今いましたっけ？ちょっと私には見えなかったようだな。はい。多分いました。はい。で、マクマさんですね。ちょっとデータが、興味深いデータがありまして、ちょっと紹介、はいはい、したいんですけども、はい、はい、あの魔界村のスピードランドトコムの方のコミュニティで、超魔界村 の、 あのレースをだいたい週1回やってる感じ、はい、はい、はい、でですね、それを調べたんですけども、マルコミさんがこれまで、62回並走に参加していて、62、結構多いですね。はい、はい、でそのうち1位が60回、2位が2位が2回、3位以下の結果はなしで、なんと勝率が 97% となっています。 97%、 はい、なのでこういうあの一発勝負にも強いってことがこの数字で、はい、わかると思うんですけど、 97% が信頼できない数字ってスコロくらいですよ。97%。 はい、で、2周目のアリーマーの誘導も問題なく
題なく、もう はい、さっき見た光景がもうすぐ見たってなってますね。もうアスタロドまで来ましたね。はい。はい、サムさんの探検の合戦も右側、はい、OK ですね。逆にそこまで勝率高かったら出来になるじゃないですか。それぐらいの、はい。あ、で、最終面で、ここで、2周目の、はい。ですよね。違いが出てくる。さっき、例の、これがないとダメですっていう武器ですよね。てかこの面にあるじゃん、腕はって思いますけど。なんで最初まで戻る必要があったのか。そうです。1周目まで。1目までか。戻されました。ああ、すごい。鳥に近づいて倒してます。で、この武器が、今まで魔法を使って、ボス戦できてたんですけど、できない。ああ、そうですね。腕輪だと魔法が使えません。あと、飛距離もそんなに長くない。で、このボス戦が難しい。近ければ近いほど攻撃力上がるんですけど、被弾率も上がっちゃうんですよね。はい、あれれ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 。早ー。うわー。はい、ネビロス。これはわざと食らいましたね。近くで当てるために。はい。ああ、食らうことで、無敵時間で早く倒す。はい。はい、そして、これが、ラスボス、はい、ラスボスです。安定サマエル。はい。赤いマントで。登場しましたね。はい。これは2ターンで倒すのが最速。そんな最速を本番で。はい、素晴らしい。はい、じゃあ姫が着地したらタイマーを止めるといった感じですね。はい、姫が着地した瞬間、姫が降りてきました。着地しました。はい、ストップ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、タイムは37秒ぐらいですかね。はい。マルコメさんの、レースタイムの自己ベストがだいたい33分半ぐらいなんで、めちゃめちゃ早い。ちなみにスピードラン .com なんですけれども、はい、そのスピードラン .com で33分台出してる人って見たことがないんですけど。そうですね、出してるのがマルコメさん含めてお二人ということで、それがマルコメさんともう一人の方って32分台ですよね。そうですね、二人だけでちょっとそれを一発勝負で出すっていうのがで、はい、次3位の方って確か34分台でしたよね。そうなります。はい。なんでちょっと意味がわからない。で、サマエマさんも腕は取りに行く。ここでサムさんもどのタイミングで取るかですね。はい、腕は。そうですね。マルコメさんと同じタイミングで取るのか、安全を狙って魔法でコカトリスを倒してから取るのか、はいはい、また変わってくると思います。開けて、あ、ここで取りますね。魔法でアリーマを倒すのがちょっと安全ってことですね。はいはい。お二人の、まあ、目標タイム、はい、大丈夫だった。お二人の、目標タイム聞いたんですけども、マルコメさんは33分台が目標と、でサムさんは38分が出ればかなりいいんじゃないかって話をされていまして、お二人とも目標タイムはいけそうな感じでしょうか。33分台が目標っておかしくないですか。そうですね、実質世界3位が目標です。そうなります。はい、サムさんどうでしょう。これ無線で生きるか、これかなり近づかないと威力が下がるから難しいですね。はい、鎧がないとやっぱり緊張しますね。バツ食らったらもう終わりだから、この緊張感
はい。ビームが来る。しゃがんで受ける。前に行って後ろにジャンプ。そして打つ。危ない。最後の残り1個ちょっと危険でしたね。危なかったですね。はい、スーファミミニだとなんかマントの色さっきと違いますね。黒いですね。はい、ちなみに海外版でもサマエルって名前が確か違うんだよね。ああ、そうなんですか。なんか宗教上のあれなんですかね。ああ、サマエルって聖書だとなんかアダムにリンゴをあげた蛇だったような気がするんですか、はい、そういう理由でちょっとじゃあ名前も名前がなんか違いますか、はいはい、これそうですね。パターンが、はい、おあと一旦かな。裸だからな。連打は効くけれども、うん、威力がちょっとビームの出る瞬間は、はい、ああ乗れなかった。やっぱ2ターンで倒すのは相当難しいってことですよね。ですね。おお、できました。素晴らしい。はい。2人とも、はい。素晴らしい。グッドゲーム。はい。はい、じゃあ姫が着地します。降りてきて、着地。はい。はい、このタイムですね。お疲れ様でした。はい、結果は37分の、45秒。はい。いや、目標タイム2人とも出して、本当に目標タイム出せるんかい。目標達成で、はい、本当にこういう大きい舞台で、はい、すごいですよね。はい。で、エンディング中にちょっとじゃあ、宣伝して終わりましょうか。はい。はい。宣伝お願いします。はい、ですね、今超魔界村のエニーパーセントトーナメントというのをやってまして、海外から日本から合わせて16名で、大会をやってまして、それがもうほとんど終盤、あとは決勝戦を残すのみになってますんで、画面上にマルコメさんの配信のコミュニティとツイッチのアカウントがあるんで、そこを 見に行っていただいて、マルコメさんそのトーナメントでも決勝戦行ってますんで、見てくださいというのと、あとは今年の11月の終わりにですね、魔界村シリーズ のリレーレースっていうのをですね、まあヨーロッパと日本とアメリカのプレイヤーでやろうというのがあります。あと来年超魔界村の一周トーナメントっていうのも、企画中で、これらは全部マルコメさんが主催で、まあ、海外の方巻き込んで やってくれてますね。という感じで、まあ、イベントいっぱいあるんで、魔界村のコミュニティをよろしくお願いしますという、はい、以上です。はい。はい。ワイズさんは、なんか最後に、はい、言っておきたいことは。はい。最後にですか、魔界村のそういうイベントとか、重要なこととか、解説とか、今までの、で、LK さんとかしてくれたんですけれども。はい。じゃ次ですね。次、この次の番組、スマブラ X、次はやる予定ですね。はい。で、まあ、スマブラ X は、その最近では、スマブラ SP とかでドラクエの勇者が参戦したことで話題になりましたね。はいはい。で、このようなゲスト参戦って今ではもう当たり前になってるんですけれども、うん、その一番最初のゲスト参戦がこのスマブラ X から始まりました。当時はそのメタルギアのスネークが参戦するといったことでもう世界中を驚かせましたね。はいはい、で、後にソニックも参戦の発表があったんですけれども、はいはい、これはスマブラ X の開発の本当に最後の最後の方に決まったみたいなんですよ。なのでソニックは悪の使者のムービーで本当に最後に仲間になるんですね。でそういった事情もあって、はい、最後の方のムービー出てくるんですよ。そういったところも見ものかもしれないので、そういう皆さん、
はい、チャンネルはそのまま。ありがとうございます。あ、はい。あて、最後に、コメント、チャット欄で、解説していただいた、方、ちょっとお願いしてやっていただいたんですけど、ストーンクライブさんという方で、はい、どうもありがとうございました。ちょっと、全然コメント反応が、できませんでした。お二人のレースってことで、そこはちょっと、申し訳ないです。はい。という感じ。それくらいなんか、いろいろな展開を、見せプレイをお二人が見せてくれたということで。はい。といったところで、はい、次の、配信お返しします。ありがとうございました。ありがとうございました。